ボレアス北海道は北海道旭川市を本拠地とする男子プロバレーボールチームである。2021から22シーズンは V リーグディビジョン2に所属。運営会社は株式会社ボレアスで、その代表取締役社長は池田健志郎である。2011年に創部した株式会社 IDF のバレーボール部を前身とする。チーム名のボレアスは ギリシャ神話における北風の神、ボレアスの B をバレーボールのボルトに変えた造語である。2011年、チームの母体となる株式会社 IDF のバレーボール部が設立された。2016年10月21日、一般社団法人北海道バレーボールクラブを設立し、プロクラブチーム、ボレアス北海道が誕生した。同月に V リーグ準加盟申請を行い、 12月21日の V リーグ気候理事会で準加盟内定が承認。2017年7月より準加盟チームとして加盟した。また、世界各国で実績を積んだエドクラインが監督に就任し、地元出身選手の古田志郎も入団。2017年11月1日に運営会社として新たに株式会社ボレアスを設立。初参戦となった2017。 18、V チャレンジリーグ2で優勝を果たした。また、翌年度より始まる新生 V リーグの S3、ライセンスを取得し、同リーグディビジョン3に参入することとなった。V リーグ初年度の2018から19シーズンで V3 優勝を果たす。S2 ライセンスを取得したため、ディビジョンに昇格ともなった。2019から20シーズン、S1 ライセンスを取得し、 V2 で2位内に入れば、ディビジョン1昇格をかけて挑む V チャレンジマッチに出場できることとなった。V2 でも快進撃を続けて、いっぱいをキープする状態が続いた。2020年2月16日、唯一の敗戦を喫していた、トヨタ自動車産ホークスに接続を果たし、2位内を確定させ、V チャレンジマッチ出場を確定させた。しかし、 新型コロナウイルスの影響で2試合を残して V2 が打ち切りとなり勝利数で首位を並走する富士通、川崎レッドスピリッツにポイントで及ばず惜しくも準優勝となった。2020年3月9日新型コロナウイルスの影響で V チャレンジマッチを中止にすると V リーグ機構より発表があり、それを受けて V リーグ機構に継続的な議論を要望した。しかし、 結局は、V リーグ機構理事会の末、次シーズンも V に所属となった。2020から21シーズン、V2 で準優勝を果たし、再度、V チャレンジマッチ出場権を得た。しかし、4月1日に、対戦相手である大痛みを芝居セアドラーのチーム、関係者に新型コロナウイルス感染者が発生したため、またも、V チャレンジマッチが中止となった。しかし、当年度は、 V リーグ機構と当該チームの間で調整が行われ、ビアティン・ミエのサポートもあり、5月4日、5日に無観客、試合で大体開催されることとなった。第1試合はストレートで敗れるが、第2試合では2セット選手し、V1 昇格まで、あと一歩まで迫る。しかし、第3セットを奪われ、この時点で対戦成績で、だいぶミヨシを上回れなくなり、第二試合は、 フルセットで勝利したが、V1 昇格はならなかった。2019から20シーズン、V2 準優勝で V チャレンジマッチ出場を決めたが、2020年3月6日、V リーグ機構より、新型コロナウイルスの影響で無観客開催が予定されていた V チャレンジマッチを中止するとの連絡を受けた。9日、V リーグ機構が感染症拡大を鑑みて、 同大会を中止にすると公式発表。同時に、ボレアスにも通達した。それを受けて株式会社ボレアスは、その決定を議論の余地があるものとし、社長の池田健志郎がホームタウンに4自治体の1、市長、3町長と共同で緊急要望書を作成して、V リーグ機構に提出。V リーグ機構に継続的な議論を要望した。要望内容は、 V チャレンジマッチの中止を撤回して5月までに開催、あるいは V1 の11番目のチームとする特例措置を求めるもの。10日、日川市内で記者会見を開き、その旨を説明した。池田は夢と可能性を潰さない可能性が別にあり、V リーグと引き続き考えていきたいと話し、首相の古田志郎は選手として整理がついていない胸の内を明かした。 監督のエドクラインは、海外では延期はあるが、中止はない、教会などが、どのようにして、クラブを守るかを一生懸命模索している、目標達成のために100%の練習をしてきて、戦わずして、負けるのは納得しないなどと主張した。また、有志による SNS を通じたデジタル署名も、行われる。11日夜に、飛行から回答が届き、開催延期は、不可能で、 V1 昇格の特例措置についても合理的な理由が必要として資料の再提出を求めると回答され、クラインダーの主張までも1日で退けられるような返答がされた。開催延期付加の理由としてイベント自粛要請が強まったこと、事態の収束に目度が立たないこと、4月以降の戦力保持が保障できないことなどが挙げられた。4月2日、 V リーグ機構に再度要望書を提出。2月28日の緊急理事会議事録などの開示、中止を決定したプロセス詳細の開示などを求め、中止説明を求めた。25日に書き留めで回答書が届いた。6月24日の V リーグ機構理事会などで、商工学制度のプレゼンを行い全チームにおけるアンケートを実施したが、 規定である4分の3を超える賛成を得ることができず、V1 昇格案は棄却された。古畑雄平部長は、クラブと実業団とでは異なる課題がある上、次シーズン開幕を控えた時期でもあり、受け入れられるのが難しかったと見解を述べた。理事会の承認をもって、2020から21シーズンも V2 に所属することが確定した。V プレミアリーグ、V チャレンジリーグ V リーグ、 ありがとうございます。